これ。すごい気配、気を引き締めていこう。攻め時ね。はっ、よし、私の番。よし、いつでもいける。ドーン、チャンス、一気に畳みかけるよ。攻め時ね。ほら、頑張って。いつでもいける。ほら、頑張って。私が支える。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。よいしょっと。はい、何これ、何かに使えそう。スマット、気合いよし、元気よし、勝てる。見せてあげる。はっ、どう動こう。せい、はっ、準備よし。えい、チャンス、一気に畳みかけるよ。えい、でもいける。やってやる。いけ。よし、私の番。いけ。くらえ。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。よいしょ、おっと。準備はいい？いつでも行ける。いや、行ってやる。はっ。よし、いつでも行ける。やっ。ここ。攻め時ね。ほら、いつでも行ける。頑張って。私の出番だね。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。また強くなっちゃった。これ。よいしょっと。
見せてあげる。さあ、どう動こう。くらえ。準備よし。見せてあげる。てい。どういうこと。来た。ここからが本番。いつでも行ける。私が支える。えい。思いの力見せてあげる。さあ、どう動こう。カゴン。よし、攻め時ね。私の出番だね。行ってやる。見せてあげる。はーい。ま、こんなもんでしょう。どっからでもかかってきなさい。よし、私の番。見せてあげる。デイ、そこ。よし、いつでも行ける。エイ。攻め時ね。ほら、いつでも行ける。頑張って。テイ。テイ。よし、いつでも行ける。くらえ。よいしょ。イエーイ。まだ動き足りないな。何かに使えそう。よいしょっと。うわ、大事にしまおう。何これ。これよいしょっと。うわ、詰まった。邪魔するなら容赦しないよ。私の番。せい、言ってやる。せい、準備よし。よいしょ。えい。
る。よし、私の番。ほら、頑張って。行け。せい。よし、いつでも行ける。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。生まれつき病弱だったからなのか、私は肺の影響も受けやすかったらしい。だから肺病と診断された時もそんなに驚きはなかった。今さらどんな病気になったって人生は変わらない。昔の私ならそうやって諦めてた。でも私は変わった。ルナと出会って変わってしまった。専門の治療を受けるために大きな施設に移らなければならないと言われて、私は焦った。このままルナを置いて去ればどう思うんだ。悲しんでくれるかな。もしかしたら泣いてくれるかもしれない。でもそんな顔は見たくない。だから私は得意の嘘をつくことにした。私なんかのせいでレナを傷つけたくない。だからきっとこれが最善の方法なんだ。今までだってそうやって生きてきた。私はこの生き方しか知らないから。ズバッと気合いよし、元気よし、勝てる。いつでもいける。攻め時ね。私の出番だね。見せてあげる。準備よし。よいしょ。えい。やってやる。はあ。いつでもいける。いけ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。ここまで来たけど見つからずか。勇気の記憶は見られるのにね。私いつもあの子を追いかけてるな。あの時もそうだった。突然いなくなった勇気を追いかけて探し回った。レナさん。でも勇気には会えなくて。それで。ねえ看護師さん、私が次の施設に行く前に一つお願い聞いてくれる？もちろん、何でも言って。この病院にレナが来るかもしれない。いつも言ってたあの子？うん。もしレナがここに来たら伝えてほしいんだ。私のことは忘れて、レナのことを好きになってくれる人はきっといるって。ユウキちゃん、本当にそれでいいの？いいんだよ。これが一番幸せになれる方法なんだから。
ユキだよね。来ないで。ユキ？来ないで。これ以上進んで。ユキ！また消えちゃった。何か言おうとしていた。これ以上進んだらって何？ウタさんの時みたいに世界が不安定になってる気配はないけど、どういうこと？ユキ。あ、青、宮内さん、どうする？来ないでって言われちゃったけど。来るなと言われて、はいそうですかって引き返せるわけない。うん、でもまたウタさんの時みたいなことになるかもしれない。それだけは避けないといけない。警戒して進もう。あれ、ここ宮内さんの心トープで見た展望台の場所ですよね。うん。あれ、なんでここに？この音は。ここにいるとどんどん記憶が流れ込んでくるんだよ、ユキ。そりゃそうだよ。ここは心トープなんだから。そうだね。でも私の記憶は、思い出したくなかった。こんなことならずっと忘れたままがよかったのに。何が言いたいの？はっきり言ってくれないと分かんないよ。ねえ、みんなは本当に私の肺病が治ったと思う？何を言ってるの？レナ、あなたは本当に自分が肺病を治す方法を見つけたって思ってる？そんな都合のいい奇跡、本当に起きたと思う？私、嘘つきなんだ。私はこの世界に来る前、すでに死んでるんだ。そんな、ユキちゃんが死んでる？待ってよ、その、なんで？おかしいよ、こんなの。嘘だよね、ユキちゃんが死んでるなんて。嘘にしてはタチが悪すぎるよ。じゃあ本当に金城さんは亡くなって？まさか私たちも思い出せていないだけで全員死んでるなんて。そんなわけない！そんなわけないって思いたいのに。くそ、全部ユキのせいだ。こんな気持ちになるのも全部レナさん。それでも向き合うって決めたんだ。私の好きを舐めるな！
体よし、元気よし、勝てる。見せてあげる。そこ。よし、私の番。よし、いつでも行ける。よし。イエーイ。まだ動き足りないな。みんな準備はいい？やってやる。どう動こう。よし、いつでも行ける。攻め時ね。ほら、頑張って。よし、私の番。はい。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。そうだな。疲れた。
何これ。よし、えい。邪魔するなら容赦しないよ。行ってやる。はっ、いつでも行ける。ほっ、はっ、よし、いつでも行ける。攻め時ね。はっ、よし、私の番。デイ、準備よし。よいしょ、よいしょ。見せてあげる。いけいけ。どういうこと。負ける気がしないよ。まだまだ高みを目指そう。何これ。気合いよし、元気よし、勝てる。攻め時ね。さあ、どういうこと。よし、いつでも行ける。よいしょ、チャンス。
見せてあげる。ほら頑張って、ほら頑張って。どういうこと？楽勝楽勝、負ける気がしないよ。いい加減にして、ユキ出てきて。全部教えて、もう嘘はなしだよ。私の肺病は治らなかった。私は施設に移されて間もなく死んだ。でも突然目が覚めた。え？死んだはずの私は真っ暗な空間で目覚めた。そこには何かがいた。あれは神様だった。そこにあったのか具体的には言い表せない。確かに神がいると思った。そして神は私の魂の形を変えた。魂の形を変えた？私の存在は作り変えられた。そして私は世界システムの一部になった。だからどれだけ逃げても隠れても無駄なんだよ。私がいる限りこの世界の場所は筒抜けなんだから。嘘。ユキが世界システムの一部。金城さんは敵だってことですか？でもそんな素振りは一度も。そりゃそうだよ。だって私自身忘れてたからね。でも忘れてた間もシステムの一部であることは変わらない。私はみんなと一緒に過ごしながらここだよって場所を伝えてたんだよ、知らないうちにね。そんな、なんで世界システムはそんなことしたんですか？さあ、私は神の考えることなんてわかんない。でもきっとみんなが目障りだったんでしょ。世界システムはこの世界を初期化した、全てを無に返す、その予定だった。でもそれは 99% のところで止まった。雫世界が生まれたから。だから目を送り込んだ。確実にこの世界を破壊するために。そうか、だから消滅機構は正確に私たちを狙って。その目的を遂行するため世界システムから送り込まれた消滅機構、それこそがあの敵の正体だ。
なんだよそれ。せっかくこの世界で会えたのに、なんでそんなことになってるんだよ。ねえ答えてよ勇気。これまで一緒にやってきたことも、楽しかった思い出も、全部嘘だったってこと。倒さないと。もう我慢ならない。一発開いてやる。勇気、出てきて。もう逃げる場所はないよ。
どうするの？私のこと殺す？そうすれば消滅機構も襲ってこなくなるかもね。まあ多分そんな甘くないんだろうけど。ねえ、悲しいと思わない？私死んじゃったんだよ。私悔しいよ。なんで私が死ななくちゃいけないんだよ。なんで私ばっかりこんな辛い思いしなくちゃいけないんだよ。私だってみんなみたいにいっぱい友達と遊んだりしたかった。でもできなかった。私はその思いを抱えたまま死んだ。そう思った。そんな私にようやくチャンスが巡ってきた。みんなを危険にさらそうが知ったこっちゃない。もともと私は死んでるんだ。だから私は私のために生きる。なんか言ったら。よくもまあそんなに悪人ぶって。本当にあんたは呆れるくらい口が回るね。私言ったよね、嘘はなしだって。全部教えてってそう言ったよね。これが私の本心だよ。そんなわけないでしょ。そうやって嘘ばっかりついてなんで全部ごまかそうとするんだよ。私は肺病のことを隠してまで私のことを考えてくれたのは勇気じゃん。私は知ってるんだよ、勇気が人に優しいこと。その優しさは絶対に嘘なんかじゃないってことも。私は本当の勇気が知りたいんだよ。なんで？もういいじゃん、私のことなんてほっといてよ。見捨ててよ、しつこいんだよ。私はもう死人なんだから。そうすればみんなだって助かるかもしれないのに。ねえ勇気、私ちょっとしたことに気づいたんだ。勇気はここに来たことないよね。は、何言ってんの。心トープは思い出の中の大切な景色を元に作られた世界だよね。でもね、これまでの思い出が正しければ勇気は生前展望台には来てない。そうだ、私は結局勇気と星を見る約束は果たせなくて。なのにこの心トープには展望台がある。それってさ、今ここにいる勇気がレナさんの心トープで見た景色は忘れられなかったからなんじゃないの。いつか一緒に見ようねって約束した星空が心に残ったからこの世界が生まれたんじゃないの。だからね、ユキ、隠しても分かっちゃうんだ。ユキは今も昔も変わらずずっとレナさんのことを思ってるんだよ。世界システムの一部だろうが何だろうが関係ない。
勇気は勇気だ。私の大切な愛する人、金城勇気なんだ。理由なんてそれしかないんだよ。違うんだよ。私はみんなが思うほどいいやつじゃない。私が生きててもみんなに迷惑かけるだけなのに。ユキ、悪者だっていい。世界システムの一部だからってこれまでの思い出がなくなるわけじゃない。消滅機構が来るなら全員で倒してやる。勇気を見捨てるなんて絶対にしない。みんなもそうでしょ。当然だよ。敵になるしかないと思って、そうすれば殺してくれるって思ったの。でも嫌だよ、ずっとこのままみんなとレナと一緒にいたいよ。助けて。ちょこちょいで何事にも楽観的で適当に見えて、でも実は誰よりも周りのことを見てて、それを全部抱え込んで嘘でごまかそうとする。私やっと勇気のこと分かったよ。本当の気持ち教えてくれてありがとう。大丈夫、全部任せて。私が、みんなが、今度こそ絶対に勇気を助ける。うん、勇気を救って、ついでに世界も救っちゃいますか。私たちにできないことなんてない、そうでしょ。あの時からずっと変わらない、嘘つきだけど誰よりも優しいあなたが好き。
キは一度死んでいて、世界システムによって魂を作り変えられて、システムの一部として蘇った。そして今もシステムの差し金によってこの世界にいる。勇気は目の役割を果たしていて、キララたちは常に居場所を知られている。うん、そうだったのか、気づかなかった。なるほど、レナへの思い、つながりを逆に利用されたということか。勇気を見捨てない、みんなのその判断は尊重したい。ただそれを突き通すには相応のリスクが伴う。勇気がいる限り、あいつらは必ずまた襲ってくる。うん、しっかり考えていく必要があると思う。一つ考えているのは、勇気の存在が私たちの生存を保証してくれてるんじゃないかってこと。どういう意味？ここにいる全員が死んでるんだとしたら、勇気を送り込む必要なんかない。だから勇気がいるってことは、私たちは生きてるってことなんじゃないかなって。そうだね、そこは間違いないと思う。それが分かっただけでも心強いよ。戻ってきてくれてありがとう、ユキ。はい、すごく難しい状況ですけど、こうしてまた会って話せて本当に良かったです。ありがとう。私たちは考え方が甘かったんだ。クラックの時の襲撃といい、勇気のことといい、世界システムは本気で私たちを消しに来てる。ユズさんとライムさんが頑張ってくれたおかげで、どうにか今まで生き残ってるけど。あんまり悠長に構えてもいられないね。私がいる限り敵はいつまでも襲ってくる。事情を理解した上で一緒にいる選択をしたんだ。気にしすぎちゃダメだよ、ユキ。うん、もしユキがここにいることで敵が襲ってくるなら全部倒せばいい。これはピンチじゃない、ユキも一緒に助かるチャンスなんだから。青、私たち VS 神、これは全面対決だよ。神を倒して平和な世界を取り戻す。そうでしょ、みんな。ということで、とりあえず今日は休もう。いろいろあって疲れた。そうだね、休むのも大事なことだよ。ほんと、今日が人生で一番疲れたかもしれない。